皆さんこんにちは、小場翔です。今日はですね、まったりと雑談の動画を撮ろうかなと思っております。タイトルにもあると思うんですけれども、皆さんからいただいたコメントに関して今日はね、ちょっと雑談をしてみようかなというふうに思っています。基本的にはメインチャンネルでいただいたコメントに関してっていうことになると思うんですけれども、お時間がある方ね、聞いていただければと思います。で、先に言っておきますけれども、コメントいただくことっていうのはすごくありがたいです。はい。で、もちろんね、たまにすごくこう非人道的なコメントとか、そういう皆さんがね、もう見たら不快になるようなコメントっていうのもあるんですけれども、そういったものはね、削除したり、そういうことばっかり書く方はブロックしたりしています。で、それ以外の方に関しては、基本的にコメントをしていただくこと自体はむちゃくちゃ嬉しいです。僕としてもね、やはり僕らが出した動画に対して反応をしてもらえるっていうのは、それがいい反応であったとしても、あまりいまいちな反応であったとしても、嬉しいことは嬉しいんですよ。要は自分が投げたボールがちゃんと跳ね返ってくるっていうことなので、それはやっぱり嬉しいし、当然そのコメントを書くって行為って1円も発生しないんですよね。その視聴者の方に。ね、僕も他の動画 の、配信者の方にコメントしたことってほとんどないんですけれども、当然なんで僕がコメントしないかっていうと、コメントしてる暇がないからっていうか、そのコメントしても自分に利益がないからコメントをしないわけですね。で、人によってはね、好きでコメントしたいって方もいらっしゃると思うんだけど、いずれにせよね、その人に1円も入らないのに、僕らにフィードバックをくださるということなので、僕はすごくそれはありがたいことだと思っているし、それに対して、なるべく答えたいとは思っています。ただ、僕もね、時間を無限にやるわけじゃないので、もしかしたら漏れてしまうコメントとか、返しきれないコメントが、あるかもしれないんですけれども、今回はその前提の上で、雑談です。ネタです。はい。なのでネタとして、どんなコメントが困るのか、そしてどんなコメントがありがたいのかってことをちょっと雑談形式で話してみたいと思います。まずね、一番ね、困るコメントっていうのは、〇〇ってどうですか系ですね。〇〇大学ってどうですか、〇〇塾ってどう思いますか。これ系ね、すごい難しいんですよ。なんでかっていうと、どう思うとか、どうですかって、オープンクエスチョンじゃないですか。で、かつ、そのオープンクエスチョンの許容範囲が広すぎるんですよね。だから、例えばその、この大学のこの学部って、ね、どのような良さがありますかとかであれば、例えばこの、ね、大学に行くことのメリットだけ伝えるとか、それを僕が知らなければ、ね、ごめんなさい、わかりませんってコメント書けるんですけど、どうですかとか、どう思いますかだと、何の観点で語ってほしいのかなっていうのが少しわからないんですよね。だから、それを、動画の内容によってはね、その、ある程度大学をなんか順位付けたりしている場合、〇〇大学ってどうですかって質問は、わかるんです。僕もね、文脈でわかるんだけど、いきなりなんかその、普通の動画にポンとね、投げ込まれても、これ何返したらいいのかっていうのが、結構悩んじゃうんですよね。で、当然悩んでね、そのコメント1個に5分も6分も悩めないんで、ちょっと30秒くらい考えて、申し訳ないけど、さっと返させてもらっちゃうってことが多いですね。で、あとはその塾に関しても、なんて言ってほしいのかわかんないんですよね。例えば、〇〇塾ってどうですか？聞かれるんですけど、その塾をよく言ってほしいのか、もしくは悪く言ってほしいのか、それとも客観的なことを言ってほしいのか、それ次第なんですよね。で、特に、その、特定のね、あまり言わない方がいいと思うんで言わないですけど、とあるね、塾2つぐらいがよくね、聞かれるんですよ。で、多分、それってインターネットとかで知名度が高い、ネット上で結構知名度が高いから、おそらくコメント欄にも来るんじゃないかなと思うんですけど、正直僕はね、その2つの塾に関して、どっちも別に敵でもなければ味方でもないんですね。で、僕はその大体的に塾を、経営してるプレイヤーじゃないんで、別に競合でもないんですよ。だから別に赤の他人なんですよ、言ったら。で、赤の他人をね、無駄に攻撃したりとか、もしくは擁護したりする意味って全くないんで、中立なんですよ。ただ、実際僕はその塾と、要は、逆に言うと関わりがないので、詳しい情報を持ってないんですよ。ネットで調べる以上の。結構その、僕がいた頃なかった塾だったりとか、僕がいた頃、そんなにね、そこまで今ほどではなかった塾だったりすると、あんまり情報が仕入れられなかったりするんで、そうするとね、こう、明確なことが言えないんですよ。で、そもそもやっぱりどうですかって言われちゃったりすると、何を思って答えればいいのかね、学費のことが知りたいのか、講師のことが聞きたいのか、何のことかわかんないんですよね。講師とか、塾とか、そういったものなんか擁護もしないし、批判もするつもりはないです。ただ、例えば明らかに人
動的じゃないことをやっている、まあ、ニュースになっちゃうような場合ですよね、まあ、そういうものとかは取り上げるかもしれませんね、はい、っていうのがまあ困るコメントの一つ目で、困るコメントの二つ目がその主観だろ系のまあコメントですね。その話ってお前の主観じゃねえか、まあ、そうなんですよ、主観なんですよね、まあ、僕だったり一緒に出演してくれてる人の主観で物を語っているというのは往々にしてあります、はい、で一方でさらにあるのが、ね、ググればすぐ分かることを言ってんじゃねえっていうコメントもあります、はい、でこれね、まあ、反対じゃないですかね、ある種データに即したことを話せば、ね、ググれば出てきてること言ってんじゃねえになるし、逆に意見を、ね、メインにしていけばお前の主観じゃねえかってことになってくるので、まあ、こういう、ね、コメントを書く人って、まあ、どっちかというと、まあ、上げ足取りたいんだろうなっていうのは、まあ、なんとなくあります。あるんですが、そのググればわかることって言っても本当に瞬間ググって出てくることだけ言ってると思いますかっていう話なんですよ、一応チャンネル登録者数で今1万人以上まで伸ばしてきたわけです。みんなでね力を合わせて、でそういう中でそんなググって一瞬で出るものをただ動画で言って視聴者の人にね、たくさん見てもらったりとかチャンネル登録してもらえるかって言ったらそんなに甘いとは思ってないわけですよね。で、あと逆にね、お前の主観だろっていうのは、まあ、意見を表明するなってことになっちゃうんで、そのじゃあ何を持ってね、僕らは動画を撮ればいいんだってことになるじゃないですかね。例えばこう商品レビューで、はい、じゃあ今日はこれを紹介しますね、こんな商品でこうでいいですよ、これ主観じゃないですかね。スペックだって例えば、まあ、パソコンの紹介してる人がじゃあインテル Core i7 で結構スペックが高いですって人もいれば、まあ、i7 が標準だって思う人もいるしね、いや i5 あれば、ね、まあ十分でしょっていう人もいるわけですよ。じゃあそれは何が違うかって言ったら、その人のパソコンの使い方とか、もしくは普段ね、どんなパソコンを自分が持ってるかで変わってくることなんで、結局主観になるわけですよ。ね、こういう動画で意見を表明したりとか、他人におすすめをするってことは、まあ、主観の表明でしかないので、逆に言えば。なので、あんまりまあこの辺を言われても、まあなんかこう、うまいコメントは僕は返せないなと。まあ、もちろん書いていただくのはいいですよ。書いていただくのはいいし、本当にそれでね、我々にとって嫌だなって思うコメントは消すだけなんで、別に書いていただくことは全くもって構わないし、逆に言うとそれが元になってね、コメント欄でこうディスカッションとかってことになれば、まあ、それはそれで僕は面白いなって思うんで、まあ、それはいいんですけどね。はい。じゃあ次ね、3番いってみましょう。これね、結構困る。消しちゃうしかないってやつですね。他人の批判です。これさっきのね、予備校の先生とか塾みたいなものにも、まつわるんですけど、例えばね、僕が出してる動画でも、自称進学校をぶった切るみたいな感じで、こう、なんとなく世の中に、こう、明確な定義ないわけですよ。例えば、早慶をぶった切るとか、ね、東大京大をぶった切るんだって、やっぱ特定の学校とか批判しちゃってるじゃないですか。そうじゃなくて、自称進学校って風にすると、まあ正直ふわふわしてるわけです、定義がね。だからそういうふわふわしてるものって結構切りやすくて、切られてる側も切られてるかどうかわからない可能性もあるっていうね、部分があるし、まあ実際ね、それでこう、生徒さんが被害に遭ってる部分っていうのを、まあ僕が見ているし、コメント欄でもそういう視聴者さんの意見を聞くので、まあだから動画撮ってるんですけど、ただそうではなくて、例えば特定の塾の批判をしちゃったりとか、もしくは特定のまあ YouTuber さん、もしくは特定の個人のまあ、おそらく予備校講師の方とか、まあ、そういう方をまあこう批判するようなコメントをまあされることがあるんですね。で例えばそれが、まあ、コメント上致し方ない、客観的に見て仕方がないことであれば僕も許容できるんですけど、でも全く関係ない文脈で〇〇塾はクソ嫌いとかって書いてる、まあ、コメントあるんですよね。全く関係ないんですよ、動画の内容と。そうするとやっぱりね、僕らの動画の中にそういう他人に対する批判のコメントをそこに残しておくと、やっぱり他の視聴者さんもなんか嫌な気持ちになるかもしれないですよね。特にまあその塾とかに通っている方もいるかもしれないですから、まあ、なのでそういうコメントはね、気持ちはわかるんですよね。その自分がこうイライラしたことっていうのをどっかにぶつけてやりたいって気持ちはわかるし、まあ YouTube だったらね、匿名で書けるからぶつけちゃえっていう気持ちはわかるんだけれども、まあどうしても僕らとしては、まあコメント削除せざるを得なくなっちゃう。まあ、残しておくわけにはいかないなってなっちゃうんで、まあ、もしね、そういうことを書きたいんであれば、なんかこう、まあ、自分のノートに書くとかね、まあ、他人に迷惑かからないところに、まあ、書くといいんじゃないかなと思います。はい。そして逆にですね、じゃあ、まあ、マイナスのことばっかり言っちゃったんで、ありがたいコメントについても話してみたいと思うんですけれども、やっぱりありがたいコメントはですね、一つは、私もそうでした系ですね。
実は僕もこういう経歴でこんな悩みを抱えながらやってきましたとか、まあ、特に僕がすごくこう勇気づけられたのは、以前メインチャンネルで、まあ、ちょっと暴露じゃないけど、まあ、あんまりねドヤ顔で話すことではないんですけど、僕の病気のことを動画に撮りました。まあ、忘れなければ概要欄にリンク貼るようにします。僕はですね、小さい頃から小児性内斜視という目の病気を患っていまして、まあ、動画をねご覧いただいている方だったら気づかれている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、要は斜視という病気なんです。でそれを、まあ、僕はこういうふうに、まあ、前向きに生きていきますっていう動画を出した時に、まあ、実は僕も斜視でとか私も斜視でっていうコメントをいただいて、まあ、僕自身もすごく勇気づけられたし、まあ、そこまでのね歯の話じゃなくても、例えばこう大学院の話だったら、まあ、僕も昔大学院でこんなことやってましたとか、ね、僕もこういう経歴でしたってこう教えていただいて、まあ、僕らとしての参考になる情報をいただけるというのは、まあ、すごくねこうお互い共感できて、 YouTube っていう、まあ、プラットフォームを通じてこうやってね、まあ、直接お会いできるわけじゃないけど情報を共有し合えたっていうことはすごくね素晴らしいことだなというふうに思います。そしてありがたいコメントの2つ目なんですけれども、詳しい情報を提供してくださる方、まあ、これ本当にねありがたいです。特に海外の情報っていうのはなかなかね僕らの手元に入ってこないことが多いんですね。で頑張ってインターネットで調べたりするんですけど、まあそんなにやっぱね海外の情報って客観的にインターネットで出てなかったりするんですよ。海外で働くこととか、まあ、海外の大学の話とか、まあ、そういったこともまあ取ってるんですけれども、やっぱりねこう僕らも少しちょっとこう手探りの中で、まあ、もちろん間違った情報を垂れ流すということは一番避けなきゃいけないんだけれども、まあ、それでも、まあ、なんとなく手探りでやってる部分とかもあって、やっぱりそういう時に実はねこうなんですよってこう優しく教えてくださる方の情報というのはもちろんすごく大変もありがたい、大変ありがたいです。でもちろんねインターネットの、まあ、正直申し訳ないけどどなたが書いたかわからない情報なんで、まあ、これが正しいですよって、まあ、そのままねキャストダイス TV で言うことってのは、まあ、なかなかできないんですけど、でも多分そのコメント欄を、ね、見た他の視聴者の方は、あそうなんだっていう風に気づきがね得られるだろうし、あ、ね、キャスト STV の動画を見て、プラスアルファさらに詳しい内容がコメント欄に載ってるってなれば、やっぱりよりコメント欄見たいとかね、コメントして、ね、フィードバックもらおう、ね、まあ、小林から返信もらおうだけじゃなくて、視聴者さんの中同士で、まあ、情報共有しようとかね、教えてもらおうっていう生態系ができて、まあ、すごくね、僕はそれは望ましいし、嬉しいなってことだと思います。やっぱり最終的にそのコメント欄っていうのは、なんか僕とのやり取りじゃなくしたいんですよ、最終的には。なんとなく今考えているのは、やっぱりコメントを皆さんがしていただいて、そのコメントをやっぱり視聴者さん同士でまあ返したりとか、でその中に僕も入って、僕も語れることであればどんどん語っていくっていうようなこう一個のね、まあ、生態系というかコミュニティを作りたいんですよ。ただ、まあ、まだまだね、キャストダイス TV もまあ大きなチャンネルではないので、その僕が返信できないほどいっぱいね、コメントが来ちゃうという状況では、まだまだない。まあ、あと2倍とかなっちゃうとちょっときついけど、まだまだどうにかなってる部分はあるので、まあ、当面ね、僕も頑張ろうとは思ってるんですけど、最終的にはそういうキャストダイス TV というコミュニティにね、まあ、なれるようになったらいいなと。いいな。まあ、なんかすごいね、まあ、なんていうか、夢物語かもしれないけど、まあ、そういうことを考えております。はい。というわけでですね、本日はちょっとダラダラと喋ってしまいましたが、まあ、コメントについてお話をさせていただきました。まあ、たまにはね、こういう雑談の動画も撮っていこうと思いますので、まあ、よろしければ、引き続き小場所のチャンネルをよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。